めちゃんこ綺麗。はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。ヘイピーブログです。レンタカーしちゃいましたね。そうで、なんか実は最後のビデオは多分メキシコシティだったけど、そこからカンクンっていうリゾート地に飛行機で飛んで、夜に着いて、じゃあ明日からレンタカーしようって話になって車借りちゃいました。メキシコでレンタカーすると2,000円もいかないぐらい。保険がいらなければ1,000円で行ける。まあ保険入っとかないとね。保険車盗まれたり車ボコボコに壊されたりするからメキシコって、だから保険は必須だけど、そうするとまあ2,000円ぐらいかな。1日安い。で、そこからカンクンから昨日プライアデルカルメンというもう一個の近くのリゾート地に行きました。今日はセノーテというセニョリータってことだね。違う、セノーテですね。はい、セノーテって何ですか。セノーテは説明できる。セノーテっていうのは内陸。でそのセノーテもうわあ多い、バンプがありました。セノーテも入場料があります。で10ドルぐらいだからさ、めちゃくちゃ高くない？自然なプールに1,000円払おう。あと20分で着きまーす。着いたら見せまーす。はい、ということで今ね、セノーテアスール着きました。着きました。なんかジャングルみたいになってて、そう、雰囲気がめっちゃいい。おこっちだね。綺麗。ウェイ、人多いな。めちゃんこ綺麗。はい、ということで水着になって飛び込みました。飛び込まない。めちゃめちゃ綺麗だね。もう水が透明だもんね。めちゃめちゃ。冷たい。はい、ということでセノーテ終わって今から帰ります。着替える？このまま帰る？じゃあこのままびしょ濡れのまま帰りましょう。あー、今ねビーチに移動してきました。移動してきました。汚いな。見て、このなんかね、海藻みたいのが打ち上げられてて、海藻の堤防みたいのができてる。まあ、でも天気いいからね、ちょっとリラックスしようかなと思います。ドドーン、クルーズ遺跡に来ました。なんか前回、前々回、よくわかんないのビデオを見た人はテオティクアカンのアステカ人はい、アステカ人の遺跡に来たんだけど、今日はマヤ人、マヤ人って、マヤ文明だね。マヤ文明の遺跡に来ました。はい、マヤ文明の遺跡に来ました。ちなみにね、スペイン人が初めて発見したマヤ文明の遺跡がトゥルム遺跡。それは多分ここの場所見つけやすいから。そうだ、ね、ここに海がすぐにあるから。ここの遺跡の醍醐味は遺跡を見つつ海で海水浴ができるっていうね。あんまり綺麗じゃないということは聞いたことあるから、まあ、ちょっと見てみよう。行くよ。イグアナがいっぱいいる。見て、全然人を気にしてない。こっちにもいる。めちゃめちゃいっぱいいるやん。捕まえてくれば。ほらー、歩いてる。おお。
すごい、あいつでかっ。この縄張りのリーダーかもしれないよ。うわ、気持ち悪。何やってんの、しゃくれてんのかな。あれ、出てきた出てきた、捕まえろ捕まえろ。見て、みんな撮ってる。はい、ということでね、今日残念ながら海に入れませんでした。多分風が…ジャングルみたいになってます。そう、風が強すぎて、多分波も高いし、めっちゃ高かったしね。まあ危ないということ。そう、だからね、入り口が封鎖されてて、ちょっとね、海は入れなかったけど、このジャングルの雰囲気も好きだし、あと野生動物がいっぱいいるからね。そう、動物がいっぱいいるから、なんかこれも楽しい。そう、見つけながら歩くっていうのもね、ちょっと楽しい。そう、イグアナもいるし、なんかね、猿みたいな、アライグマみたいな、そう、アライグマ、ちょっと名前がわからんけど、それに似てる、かわいいやつもいるってな感じでね、ちょっとやっぱね、最近ね、やっぱつらっと出てて、なんかお腹壊して、体調がめちゃめちゃ悪い。全然元気が出ない。3日間ぐらい。そう、なんかご飯食べるたびになんか気持ち悪くなっちゃうんだよね。ちょっとね、原因不明。ただお坊ちゃまが。やめろ。ちなみに、あのトゥルンという街が結構なんか雰囲気が良くて、外国人向けのお店とかがいっぱいあって、おしゃれなお店。あとホテルとか、あとプライベートヴィラとかもね、急ピッチに開発されてて、もう本当にね、観光地化がどん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 進んでるっていう街だね、トゥルム。そう、で、なんかやることも意外と、なんかまあビーチがいくつかあったり、こう遺跡があったり、セノーテ。そう。で、まあ明日また違うセノーテに行こうと思ってます。で、ここにしかないエクスペリエンス。そうだよ、海はまあいろんなとこ行くわ。洞窟。怖っ。いろんなところにあるけど、セノーテはこのメキシコのユカタン半島にしかない。てな感じでね、この動画がもしよかったっていう人はいいねボタンを押してください。チャンネル登録もぜひぜひお願いします。で、次のビデオはまたもっと面白くなるよという約束。本当かね。まあレナがそう言ってるからなるかもしれないね。そう、はい、ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。キューバってね、実はホテルがほとんどないんだよね。